外貨の運送業を展開しております合同会社もてなし便の清水優です。今ですね、こちらの動画で、弊社のお試し体験に来ていただいた真由美さんのインタビューをですね、何かけまでとお送りしております。真由美さん、今回もよろしく、はい、お願いいたします。はい、今回はですね、今この動画をご覧になっている方に一言、はい、アドバイスとアドバイスお話を一言お願いします。そうですね、はい、なんかいろんな、ね、インターネットでこう二次元で見てるのっていうのは、うん、本当にいろんな意見があって、うん、迷うと思うんですけれども、うん、やっぱまずやってみること、うん、一回見てみること、うん、でやっぱり体験してみること、うんうん、その中で本当にそこから自分が決めればいいことであって、うんうん、まずお試し横乗りはやってみるべきだと。やったほうがいい。やったほうがいい、うん、それ理由は実際に見れるから。ああ、なるほどね。一般ホームページでいろんなこと書いてあっても、やっぱ実際に見てみないと、うん、どんな仕事なのかっていうのは分かんないじゃないですか。そうですね、うん、でいろんな、はい、こういう手続きとかこういう、うん、連絡があるんだよ、みたいに言われて、これは無理とか、うん、こんなの楽勝じゃんとかっていうのは、うん、やっぱやってみないと見てみないと分からないので、うん、絶対そう心に、うん、ちょっとどうだろうやってみようかなって思うんだったら、うん、まず体験っていうのをしてみたらいいと思います。なるほどですね。おすすめします。ありがとうございます。では、はい、ご覧になっている皆さんもぜひどうぞということですね。ぜひどうぞ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。